6歳から27年ずっとサッカーです。今も昔もサッカーが大好きです。サッカーが教えてくれた大切なこと、僕たちの夢は続いていく。ルートボールイズドリーム。クレバーなディフェンスリーダー染谷優太。東京出身の染谷選手は中学から高校まで FC 東京のアカデミーで活躍。そのままトップ昇格は果たせなかったが J リーガーを目指し大学に進学、やがて J リーガーとなった。そんな染谷選手に当時の話を伺った。いとこがスクールの方に通ってて、でいとこのことが本当大好きで、その影響でサッカーを始めて、でいとこが当時東京ガスだったんですけど、東京ガスのそのスクールに入ってるっていうことで自分も入りたいって思って親に言って入れさせてもらいました。最初は普通にスクール生として入って、で、なんかエリートコースみたいなのに昇格できるっていうか、その人数が限られてたので、そうそう、もう自分もどっちかというと中学3年生まで全然ダメで、で中学3年生でちょっとこう試合出て頑張れた結果、ユースに上がれることになりました。はい。どことやってもこうなんか。その自分たちが築いてるそういうスタイルとかそういうのを大切にして、その中でやっぱ内容と結果をこう出していくっていうところにはこだわってやってたんで、内容と結果をリンクさせるっていうところは今にもそういうのは今の考え、自分のサッカー人としての考え方には生きてるかなと思います。はい、そうですね、今岐阜のコーチやられてる長嶋さん、その人に本当ディフェンスのいろはを教わったというか、はい、自分が試合出てもこう結果出せない時にすごく悩んでて、その時に張さんって呼ばせていただいてるんですけど、張さんのお部屋に行かせていただいて、どうしたらうまくなれますか、どうしたらディフェンスもっと良くなれますかっていう話をしたら、基本的なことをすごく丁寧に教えてくださって、その次の日札幌とクラブユースで試合だったんですけど、今レイソルでやってる鎌田二郎選手が怪我して、で僕が途中で出るってなって、で途中で出て、その前の日にそれを教えていただいてたんで、じゃあちょっとそれ通りにやってみようと思ったらすごくうまくいって、もうそこからすごく自信になったんで、その時の張さんに教わったことはすごく今でも大事にしてます。はい、いやもうトップには帯同させていただいてたんですけど、もうこのままじゃ上がれないっていうのはもう告げられてたので、じゃあもう大学に進学だなって思ってまして、これはプロ行きたいけど今のままじゃいけないなって、じゃあちゃんと活躍するためにどうしたらいいかなっていうふうに思ってました。そうこうしてるうちに今の流通経済大学声かけてくださって、でそこのすごいこれからJリーガーをより輩出していきたいしっていう、そういう思いにすごく共感しまして、あ、自分はここに進学するべきなんだなと思いました。はい、大学での4年間はもしかしたら回り道に思うかもしれない人もいるかもしれないんですけど、僕はそう思ってなくて、逆にその4年で詰められるものはすごくあると思いますし、現にやっぱり、大卒でじゃ代表だとか今のそのオリンピック世代とかすごいいい刺激を与えてると思うので、大学はもう引けを取らない場所になってきてると思うので、そういう意味でもそれを回り道と捉えずに逆にチャンスと捉えてほしいなと僕は思ってます。はい、大学時代の経験が大きな力になっているという染谷選手、最後にプレミアリーグを戦う高校生たちへメッセージをもらった。や僕らの頃に比べて格段に技術が高くなってますし、すごいなんか戦術的にも進化してると思うので、たまに試合見たりとかしますけどすごく面白いですし、すごいみんな本当技術があるので、まあ、僕から言えるとしたらやっぱり一日一日を無駄にしないでその技術を突き詰めていってほしいなと思います。はい、高円宮杯 GFAU18 サッカープレミアリーグ、 J リーグのユースチームと高校サッカーも強豪20チームが9ヶ月にわたり熱い戦いを繰り広げる。そしてプレミアリーグ出場チームに潜入取材、チームの内情に迫るフレッシュ、お見逃しなく。詳しくはスカパーサッカーで検索。6歳から27年ずっとサッカーです。今も昔もサッカーが大好きです。サッカーが教えてくれた大切なこと、僕たちの夢は続いていく。フットボールイズドリーム。